ミケランジェロ作、アダムの創造のパロディ作品。パロディ宗教の空飛ぶスパゲッティモンスター教を象徴する。パロディとは、他者によって創作された文学や音楽、美術、演説などを模倣し、意図的にユーモアや皮肉を付け加えて作り変えられた作品、あるいは作り変える行為そのものを指す。辞書においては、メリアム・ウェブスターや、ケンブリッジ・ディクショナリでは、滑稽さ。 ユーモアに限定しているが、コリンズ・イングリッシュ・ディクショナリーでは、ユーモアないし皮肉さと定義されている。自身や自作をパロディ化した場合は、セルフパロディと呼ばれることがある。本校では、現代におけるパロディの関連語である、盗作、引用、モノマネ、モンタージュ、オマージュ、風刺、モンデグリーン、バーレスク、カリカチュア、 パスティッシュ、インターネットミームなどとの定義の相違点についても解説する。また、パロディの本質は模倣であることから、現代の著作権や商標権上で、どこまで法的に許容されるのか、各国で合法性が問われることがある。これは、パロディの元となった著作物、商標を無断で登用、本案していると解されれば、権利侵害に当たる。 可能性があるためである。一部の国、地域ではパロディを著作権侵害の例外として法律上明記しているものの具体的にどのような要件を満たせばパロディ作品が合法と認められるのか司法判断の場ではケースバイケースで線引きされている。本校ではパロディに関連する各国の代表的な判例も紹介する。パロディの歴史は 期限前にまで遡り、古代ギリシャや古代ローマ文化にも見受けられるが、当時は必ずしも滑稽さや皮肉、批判などのニュアンスが込められたものばかりではなく、カジュアルな文脈での単純な模倣や類似作品もパロディの定義には含まれていた。パロディの語源であるパロジアは、古くは、紀元前4世紀のギリシャ哲学者アリストテレス、死学に記されており、これが、 概念用語としてのパロディの初質とされる。以降、パロディの定義は変遷していき複数存在するが、現代の辞書的な意味合いとしては、以下の特徴を有する。しかし、パロディの理論を記した、カナダの文学理論研究家、リンバ・ハッチオンは、元ネタが著名であることを、パロディの必須要件としておらず、類似性よりも再生の際立つ模倣であることに、 重点を置いた定義を用いている。また、滑稽さが全くない、ごく真面目で重厚な作風もパロディの範疇に含めることがある。その典型例が、ドイツ出身で、ノーベル文学賞受賞者のトーマス・マンである。マンは、教養小説の作家に分類されているが、同時にゲーテなどを下敷きにしたパロディ作家としての、側面もある。パロディの古典作品。 カワズネズミ合戦をイメージした挿絵。古代ギリシャ語でパロディは、アルファローデルタヨタアルファーと記され、アルファローアルファーとデルタに分解できる。前半部分のアルファローアルファーには、歌うことの意味が含まれており、具体的には、因文の詩を元来は指していた。その後に、三分もこの用語の範疇として含まれるようになった。また、後半部分のデルタには、 アイディアに対する共感、類似性、あるいは球団、反論や、見解の相違を表現するとの意味もあった。従って、これらを複合すると、当時のパロディは、歌唱あるいは作曲されるものであり、元となった作品と何らかの差異が認められるものを、指していたと考えられる。そして、一般庶民は、原作よりも砕けた対象やシチュエーションでこのような、パロディの手法を用いた。 ただし、現代の意味するところのパロディとニュアンスは異なり、古代では必ずしも過去の偉大な作品を嘲笑する目的に限られるものではなかった。以下、具体的な作品例を見ていく。紀元前5世紀に活躍したエウリピデスは、ギリシャ三大悲劇詩人の一人と評されるが、悲劇も手掛けており、キュクロープスは完全な形で現存する唯一のサチュロス劇とされる。 サチュロスとは、ギリシャ神話に登場する、半獣半人であり、陽気で酒飲みの公職キャラクターとして描かれている。このサチュロスが登場する喜劇が、サチュロス劇であり、下品な下ネタなどが使われている。しかし、キュクロプスと比較対象となる他者の元作品が、物理的に確認不可能なことから、キュクロプスを何らかのパロディと呼ぶべきか、判定困難だとされている。 また、紀元前5世紀から4世紀のギリシャ喜劇詩人、アリストパネスは、パロディ作品を生み出したことで、一般的に知られ、戦術のエウリピデスの作品を下敷きにしていると言われるが、この見解については、異論も出ており、アリストパネスを、パロディ作家と呼べるか断定できていない。紀元前4世紀の哲学者、アリストテレス著、ョ、詩学によると、パロディの発明者は、 タソ数のヘゲモンだと記されている。ここでの発明者であるが、パロディを一つの文学ジャンルとして確立させたものを意味すると考えられている。学説上、パロディだと確認が取れている。現存の古典作品例としては、川津ネズミ合戦が挙げられ、パロディの中でも特にバーレスク的であるとも分類されている。川津ネズミ合戦は、 超短単の六歩角で構成される因文であり、トロイア戦争を扱ったホメーロス作、イーリアスを嘲笑するような文体で知られ、カエルとネズミの争いに置き換わっている。また、出身ゼウスをはじめとする、オリュンポス十二神も、スキャンダラスな逸話がたびたび伝えられていることから、格好のバロディ材料となった。他にも、紀元前四世紀半ばに活躍した。 喜劇作家のエウブロス、紀元前3世紀から2世紀の古代ローマ喜劇作家、プラウトゥスなどがパロディ作家として知られている。拡張高い文体で下船なトピックを扱うパターン、あるいは下船な文体で高尚なトピックを扱うパターンのどちらも古代のパロディに見られる。世界中に無数のパロディ作品が存在するが、 パロディの内訳を解説する目的で、その一部を以下に紹介する。文芸における文字理とは、一つの語句に、複数の異なる意味を持たせることで、滑稽さを生み出す手法である。特に同音、または、類似音を用いた、語呂合わせなどを指し、有名な詩や和歌、歌謡などを、元ネタにして笑わせる目的で創作されることから、パロディの一種としての側面がある。例えば、 鎌倉時代に藤原定家が選定した小倉百人一首をもとにして、江戸時代には文字り百人一首が登場し、大衆に親しまれた。また、替え歌も原曲の歌詞を文字ってパロディ化させたものと定義されている。パロディとしての強化と、原著作物の比較一つ取り二つ取り手は焼いて食う、うずらなくなる深草の差というされば延べの秋風見に、 染みてうずらなくなり、深く差の里差、強化とは和歌の一種であり、滑稽で日常秘近の生活などを題材として読まれることから、替え歌、文字り歌、パロディの要素が強化に含まれる。特に、万葉集の戯れ笑い歌、古今集の徘徊歌や、軍旗物語中の楽詞などが強化として知られている。強化は、一般的に肥族さが特徴とされるものの、歌ろの 絵本一万千調教歌合わせはせなどには文学的に洗練度の高いものも存在する。単なる聞き間違いが偶然にも別の意味や文脈を持ちユーモアにつながることもある。これはモンデグリーンとも呼ばれ1954年が初出と比較的新しい造語である。例えば日本のテレビ番組タモリクラブ内の1コーナーソラミミアワーでは 外国語の歌詞が日本語で全く異なる意味に聞こえる、ネタを数多く扱っている。一例を挙げると、e a リーチング・インサイド、リーチング・インサイドが、悪いチンゲンい陳言チンゲンサイに空耳するといった具合である。このようなモンデグリーンを、言語学の弁別蘇生の観点から学術的に解明する研究も行われている。17世紀バロック期に活躍したスペイン画家、 ベラスケスの代表作、ラスメニーナスは、後世の画家に大きな影響を与え、特にピカソは45点もの本案を行っており、これらの連作はパロディとみなされている。また2017年にエコクロイヤルアカデミー呼ぶアーツが発表した、最もパロディ化された芸術作品重戦では、 絵画や彫刻などの名作が様々なパターンで繰り返しパロディ化されている様が見て取れる。ドイツ出身で1929年にノーベル文学賞を受賞したトーマス・マンは真面目なパロディ作品の創作を通じてユートピア的な世界観を表現したとされる代表的なパロディ作家の一人である。長編小説、魔の山にはゲーテの教養小説。 ヴィルヘルム・マイスターの修行時代をパロディ化した要素が含まれている。ファウステス博士では小説の登場人物を介してパロディとは何であるかを語らせているが必ずしも滑稽な模倣に限定されるものではないとしている。また詐欺師フェーリックス・スクルルの告白も複数の作品を下敷きにしたパロディとみなされているがこれら万の作品は滑稽さと 皮肉さが同居しているとの特徴が指摘されている。なお、古代パロディとして挙げられるサチュロス劇のことを、茶番劇だとマンは語っている。パロディの実書的な定義には、文学や美術といった固定された作品だけでなく、曲や演説といったライブも含まれているように、作品だけでなく人や動物などが、パロディの題材になることがある。したがって、モノマネの一部もパロディ的な要素が含まれる。 例えば、米国のコメディバラエティ TV 番組、サタデーナイトライブでは、政治家のパロディコントが、シリーズ化しており、特に第45代大統領ドナルド・トランプを、揶揄した、SNL パロディシリーズは、トランプを演じたアレック・ボールドウィンが、第69回プライムタイムエミー賞、助演団優賞を受賞している。また、フランスでは、歌手のモノマネがパロディとみなされて、 法的に許容を得るのかが問われた訴訟もある。ノーベル賞のパロディと位置づけられ、独創性に富む研究や発明などに贈られるのが、イグ・ノーベル賞である。物理学や科学、医学といった自然科学のほか経済学や平和なども受賞部門に設けている。イグ・ノーベル賞は、ユーモア科学雑誌、ありそうもない研究年報が主催している。市販される商品が、 パロディの対象となったこともある。通称、面白い恋人事件は、北海道、札幌名物の洋菓子、白い恋人を模して、お笑い芸人を多数要する吉本興業が、大阪名物、面白い恋人の商品名で売り出したことから、2011年に、訴訟へと発展し、メディアからの注目を集めた。当初からパロディとして、商品企画されており、 パッケージデザインにも共通性が感じ取られることから、商標権及び不正競争防止の観点が法的に問われることとなった。また、米国では、ルイ・ヴィトンやスターバックスといった知名度の高い企業の商標を模したパロディが法的に検証された事例もある。商標法がこれら大企業を過剰に擁護し、結果として、 中小のパロディ創作者の表現の自由が抑圧されているとの指摘もある。元となった作品の創作者や権利者から許諾を得ずに、第三者がパロディを創作する行為が法的に許容されるかは、各国の法律により異なる。口述の通り、実際に訴訟に発展したケースでは、著作権ないし商標権、あるいは不正競争防止が争点となっている。パロディをめぐる。 著作権の議論では、著作財産権だけでなく、著作者人格権の一つである同一性保持権が、権利侵害として問われる可能性がある。一般的な著作権法における本案とは、例えば小説の映画化や文章の要約作成、コンピュータプログラムのバージョンアップのほか、音楽の編曲や文章の翻訳などが含まれることから、 原著作物を用いた二次的著作物の創作をも、包含する。また同一性保持権とは、著作者の思想や感情が反映された、著作物を無断で、第三者に改変されない権利である。著作権の基本条約である、ベルヌ条約でも、著作者の名誉成母を既存する行為が禁じられており、著作者の人格が、世界的に保護されている。 したがって、原著作物の著作者の名を汚すような、歪んだ改変こそが醍醐味とも言えるパロディは、本案件の観点からも同一性保持権の観点からも、法的に矛盾を抱えることとなる。ただし、パロディの創作側にも、各国の憲法上で、表現の自由が保障されていることから、著作権者側の独占的な権利との間で、利益バランスが図られることになる。 続いて、商標権とは、自社、自己の商品やサービスに用いられるマークや、ネーミングである商標に適用される権利であり、他社、他社と区別することを目的としている。商標権を有する、事業者や個人を保護するだけでなく、商品やサービスを購入する消費者が混同して、不利益を被らないよう、消費者保護の側面もある。この、混同の観点は、 商標法だけでなく不正競争防止にも当てはまる国がある。以下、国別に判例を交えて見ていく。アメリカ合衆国におけるパロディの創作行為は、米国著作権法を収録した合衆国法典第17編の第107条において、フェアユースの公弁に基づき許容される場合がある。またランハム法では、登録済み商標を保護するほか、 未登録であっても不正競争防止の観点から、商標の希釈化などを抑止する。ランハム法は2006年改正によって、混同の恐れのない場合に限って、パロディ目的などの利用緩和を認めている。訴訟に至った場合は、著作権法と同様に、米国では、商標法上のフェアユースで被告が公弁することもある。欧州連合では、 加盟各国の著作権法の水準を揃えることを目的として各種の著作権指令が出されている。このうちパロディに関しては2001年可決の情報社会指令第5条で著作権侵害の例外としてパロディ目的が挙げられている。しかしながらこの指令の条項を導入するかは EU 加盟各国に委ねられていることから国によって パロディの法的取り扱い状況は異なる。著作権侵害を自由とした訴訟は、基本的には、各国の裁判所で、審理されるが、一部の訴訟は、欧州司法裁判所に意見紹介されることがある。以下、各国の法整備の状況と代表的な、パロディ判例について述べる。パロディに関するフランス著作権法上の規定ロースク、ルーブルエー、ティエディバルギュイ、 エル・オッター・ネイプト・インター・ディール、ヨンドラ・パロジエ、ルパス・ティ・シュイラカリ・カチュール、コント・テヌデ、ロイス・ジュ・ジャンル。著作物が公表された場合には、著作者は、次の覚悟に掲げることを禁止することはできない。パロディ、模索及び、風刺が。ただし、当該分野の決まりを考慮する。知的財産法典第1部、第2章、著作者の権利、第2節、財産的権利。 第122条の語原文及び著作権、情報センターによる日本語訳著作権保護の水準が高く、特に著作者人格権が手厚く尊重されている。フランスでは EU 指令でパロディ、カリカチュア及びパスティーシュの例外規定が追加される。以前よりフランス著作権法で個別規定を設けて運用してきた。しかし九十の2014年デックメイン判決の前後で、 パロディの定義や法的保護の要件解釈が異なっている点に注意が必要である。デックメイン判決以前は音楽パロディ、言語著作物のパスティッシュ、人物画のカリカチュアでフランスの裁判所は分類していた。またディックメイン判決でクジュはユーモアの要素をパロディに求めているが、当判決以前のフランスではユーモアは必須でないとし、逆に 原著作者の人格を傷つけるようなパロディであってはならないと定義していた。また、近道の観点が取り入れられており、パロディの商用利用は問題ないものの、原著作物と市場で競合するような宣伝目的は禁じられていた。2020年1月31日に EU を正式離脱したイギリスであるが、離脱以前の2014年10月にイギリスは、 現行著作権法である1988年著作権一章及び特許法を改正し第 30A 条で仮価値はパロディ、パスティーシュの3点を著作権侵害の例外に追加したことで EU の2001年情報社会指令の規定に沿った形となったただし第 30A 条の新設以前から一般的な著作権侵害で提訴された被告が パロディを主張して公弁するケースは存在していた。歴史的に見ると、日本でも江戸時代の教科や戦争中の軍歌の替え歌パロディなど、パロディ創作は古くから行われていた。そして高度経済成長期に入ると著作物の模倣が横行した。その反動で著作者側の権利保護意識が極度に高まったことが、 日本でのパロディ創作を困難にした要因であるとの指摘もある。また、商標法についても、日本ではパロディ許容が消極的であり、パロディ商標は出願されても実際には登録却下される事例が多いと言われている。日本の著作権法上でパロディの取扱規定が存在しない問題は、少なくとも2007年頃には公的に議論されるようになり、 引用の要件を定めた第32条にパロディを加える案や、米国のフェアユースに類似する一般規定を設ける案などが検討されたものの、判例数の少ない日本における法改正は困難との見通しも示されている。2012年には著作権を管轄する文化庁の下法制問題省委員会にパロディワーキンググループが、 設置され、インターネット上で共有される二次創作などを念頭にパロディ目的の利用緩和に向けた法改正が協議されることとなった。すでに2007年から2008年のワーキンググループ調査報告書ではパロディが共有されるプラットフォームとして YouTube やニコニコ動画といったサービス名が挙げられており、具体的な法整備の必要性が議論された。 しかしながら2020年時点でパロディに関する著作権法の改正は実現に至っていない。このような情勢下で日本の著作権法が唯一寛容なのがコミックマーケットを代表とする導入し即売会などで行われる導入し販売である。あくまで同行者たちの私的な二次創作活動であると捉えられ、 漫画やアニメの無許諾模倣が黙認されてきた経緯がある。漫画業界を例にとると、商業的にパロディ要素が出始めたのは、高度経済成長期の1960年代に入ってからである。1960年代初頭に、米国のパロディコミック雑誌、マッドが日本でも紹介されるようになり、続いて1968年には、 漫画アクションしにダディグースのパロディ作品が、同年に、コム市場に、長い号のパロディ作品が登場している。部分的なパロディ要素ではなく、作品全体がパロディと呼べる日本の漫画は、これらが初出と考えられている。同時期の1960年代初頭から1970年代初頭には、プロの漫画家を夢見る、者たちによる、同人誌コミュニティが、 全国的に広がりを見せた。パロディは、元ネタを知らないと楽しめない性質であることから、同人誌のような、うちは受けコミュニティとパロディに親和性があったとの分析も、ある。しかし、1990年代後半から2000年代に、かけては、ときめきメモリアルアダルトアニメ映画化事件、ポケットモンスター同人誌事件、ドラえもん最終話同人誌問題など、二次、 創作物が後半に流通するようになったことでの紛争も起きている。2018年末には環太平洋パートナーシップ協定発行に合わせて著作権法が改正されており、著作権侵害が非申告罪化したが、この対象からはコミックマーケットが明示的に除外されることとなった。これは現著作物と市場で競合する恐れがないこと、また二次創作は、 日本の文化創造の揺りかごとも形容され、非新国在化の対象に含めることで、文化発展の萎縮を招きかねないとの政治的判断に基づく。またコミケ経由だけでなく、漫画のパロディをブログに投稿する行為も、現地作物からの改変が施されていることから、非新国在の対象外だと解されている。2020年5月には、東京オリンピックのエンブレムと、 世界的に流行した新型コロナウイルスを掛け合わせたパロディが批判にさらされた。当パロディの作者はイギリス人デザイナーであり、パロディ作品を掲載したのは日本外国特派員協会の発行する解放誌である。批判を受け、シリア出身のカルドン・アズハリ FCCJ 会長も日本のパロディ利用緩和を要望する声明を発表し、 日本国内外のパロディ法制の温度差が浮き彫りとなった。本校の解説の出典として直接用いていないものの一層の理解を深めるのに寄与する文献。ありがとうございます。